ってたじゃん。ねそうだ、ずっとさ言いたかったんだけどさ、うんうんうん、ルシアちゃんさ、うん、私のこと好きすぎじゃない？え、ちょっと何言ってんの？ちょっと知ってるよ。例えば配信で幻覚を見たこととか。ええそんな、ちょっと好きすぎじゃん。やばい、シロン先輩。ルシアさ、シロン先輩の話なんて配信中一度もしたことないんだけど。じゃあ幻覚ってこと？シロン先輩。じゃあ幻覚ってこと？シロンが幻覚だったってこと？おシロン先輩も幻覚見てるよ。もうルシア見たよ、切り抜き。でも切り抜きだったもん、それ誰が作ってる？これ本人の切り抜きか、これ。いや、シロンが何？シロン先輩って誰を描いた今？あれ？あれ今シオン先輩ってコメントなかった？いだシオン先輩なかったわ。ない。あれ昨日、あれ昨日じゃない？もうダメだ、シオン先輩病にかかってる。聞いた、今日さ、みんな聞いて、ルシアちゃんシオンのこと好きすぎ。ね、聞いて。今日のちょっと一旦置いといて。あのね、さっきさ、画像編集こう聞いていっぱいシオン先輩出てくるの、こう笑っちゃわない？もうなんかさ、いろいろポチポチやってたのさ、こんなに出てくんのやばくない？どんだけ好きなの、どんだけ消さないんだよみたいな。加工されてる。加工むずっ。ルシアちゃんが言ってたよ、シオン先輩って言ってたよ。嘘？いや、いやもう好きすぎじゃん。いや覚えてないし、なんかもう好きすぎじゃん。やばい、そんなことより今ボリューム平気かなって思ってずっと聞いてた。何してんの？